岬の先端と、足摺岬東大地理院地図 Google マップ、足摺岬足摺岬高知市足摺岬の位置足摺岬のジョン万次郎の銅像足摺岬は、高知県南西部土佐清水市に属し、太平洋に突き出る足摺半島の先端の岬足摺り和海国立公園に指定されている。もともとは、足摺りが正式名称であったが、観光地化の進展に伴って、 対象の議論が起き、広く通称として呼ばれていた足摺岬が正式故障となった。足摺半島南東端に位置、黒潮の打ち寄せる断崖は約80メートルの高さを持つ。周囲は椿ウバメガシビロウ等の亜熱帯植物が密生。沖合はカツオの工業場。一方で台風銀座でもあり、しばしば暴風に見舞われる。各所からは日の出。 日の入りが一望できる。明るく温暖な南向きの岬である。北緯32度43分24秒を、統計133度一部12秒に位置し、一般には四国最南端の地として認識されているが、正確には最南端ではない。四国本島の最南端は、足摺岬の西方約1キロメートルにある、長葉の南端部付近で、 離島を含めた四国地方全体の最南端は、すくも市に属する沖の島にある。南方にある浄土へ渡るという、札落信仰の舞台であり、中世には、紀の国の那智勝浦と並ぶ、札落都会の船の有名な出発地であった。タミヤ・トラヒコの小説、足ずり岬は、こうした歴史を背景とした作品である。この小説をきっかけに、自殺が急増した時期があり、 ちょっと待て、もう少し考えよという自殺防止用の看板が建てられた。高知県を代表する観光地の一つで、ミシュラングリーンガイドジャポンでは、足摺岬と足摺岬からの眺望が揃って2つ星と評価されている。JR 四国、土佐黒潮鉄道の特急列車、足摺にもその名が取られている。足釣港一帯は、港アシスの登録をしていて、 海の駅足摺を拠点施設とする港アシス足摺として地域活性化拠点ともなっている。足摺半島西岸にある中浜出身の漁師で幕末の政局に大きな役割を果たしたジョン万次郎の銅像が岬に立っている。万次郎の遺品や当時の捕鯨、航海についての資料を展示したジョンマンハウスも岬から500メートル西に設置されていたが、 建物の老朽化により、2006年4月、足摺り構内にある海の駅に変え、同ハウスにあった観光案内所は、足摺り園地に移転した。その後ジョンマンハウスは、2010年1月に NHK 大河ドラマ両馬伝のパビリオン、黒潮社中としてリニューアルをオープンした。NHK 大河ドラマ両馬伝の放送終了に伴い、翌年4月からは、 ジョン万次郎資料館として再度リニューアルオープンし、ジョン万次郎の情報発信基地となっている。ありがとうございます。